中国ニュースを解説するニュースフォーカス、ご案内は劉衛です。今回のニュースはこちら。武漢研究所流出説はいずこへ、攻撃の手を止めたアメリカ。アメリカの国家情報長官室は8月27日、新型コロナウイルスの発生源に関する報告書の概要を発表しました。その内容は、ウイルスが自然発生したのか、武漢ウイルス研究所から流出したのか、結論は下せないというものでした。これまで武漢の研究所を執拗に攻撃し続けてきたアメリカに、どのような変化が起きているのでしょうか。アメリカ政府の18の情報機関を統括する国家情報長官室が8月27日に発表したのは、アメリカの情報機関が新型コロナウイルスの発生源に関して再調査を行った結果を示す報告書の概要です。この報告書は、バイデン大統領が5月26日に情報機関に対して新型コロナウイルスの起源に関する調査を徹底し、90日以内に報告するようにと命じたことで作成されました。本来のタイムリミットは8月24日でしたが、3日間遅れての公開となった理由は明らかにされていません。大統領直々の命令ということで、メディアから大きく注目された報告書ですが、その498語からなる文章が至った内容は、アメリカが1年以上にわたり主張していた武漢ウイルス研究所からの流出説ではなく、結論を下すことができないというものでした。これについては、科学者の意見を聞くことよりも説ありきで情報機関に報告書を作成させた当然の結果だという冷ややかな声がアメリカでも上がっています。ミネソタ大学感染症研究政策センターのマイケル・オスターホルム所長も、情報機関では調べ上げるのは不可能だと科学者たちはとっくに知っていたと発言しています。ところで、この武漢研究所からの流出説というのは、そもそも一体いつどこで発生したのでしょうか。武漢の研究所からの流出説が生まれたのは2020年、新型コロナが拡散し始めた当初からでした。あくまでも武漢での感染拡大を受けての噂程度に過ぎませんでした。また2020年4月14日にはワシントンポストがこの疑惑を取り上げましたが、アメリカの情報機関は証拠がないとして、この疑惑そのものを否定しています。事態が大きく変化したのは4月30日、当時のトランプ大統領が突如武漢の研究所から流出したという証拠を見たと発表し、世間を騒がせたのです。それに追随する形で情報機関が証拠を手にしたと表明しました。つい2週間前までは証拠がないと反論していたのが嘘のような手のひら返しです。トランプ大統領の発言とそれに続く情報機関の表明によって、いわゆる武漢研究所流出説は大きく取り上げられるようになったわけです。一方で、中国と WHO は科学的な結論を出すための協力を続けてきました。 WHO の調査チームは2020年2月と7月の2度にわたって中国を訪問し、ウイルスの発生源に関する調査を実施しました。2度目の調査では武漢で1ヶ月近くにわたる調査を行っています。そしてその調査結果として、2021年3月にウイルスが研究所から流出したものである可能性は極めて低いと結論付けています。これで決着がついたかと思いきや、それから2ヶ月が経った2021年5月にこの仮説が再燃します。その発端は、ウォールストリートジャーナルが2019年11月に武漢ウイルス研究所の研究者3人が病気で入院治療を受けていたと報道したことです。この報道から3日後、バイデン大統領は情報機関に今回の調査を命じたわけです。これを受けて中国は冷静な対応をしています。アメリカの報道で取り上げられた病気で入院したという
武漢ウイルス研究所の研究者3人の名前を公開するよう求めたのです。しかしその回答は未だにありません。そして大統領が直々に下した調査命令も結論は下せないという何の進展もない結果に、今にして思えばトランプ前大統領が見たという証拠とは何だったのでしょうか。当時から国家の安全に関わるという理由で公開を拒否していましたが、政権が変わり今に至っても明らかにされていません。こうなるとそもそも武漢研究所流出説とは何だったのかという声が出てきても不思議ではありません。ウイルス発生源問題に関して中国への攻撃の手を止めたアメリカ、次はどんな一手を打ってくるつもりなのでしょうか。これを機に対立ではなく協力の姿勢に切り替わることを願うばかりです。世界的なコロナ禍は尊い命を奪い、私たちの生活を大きく変えました。そんな中で人類が本当にすべきことは情報戦ではなく科学的な協力であるはずです。ニュースフォーカス、劉英がお伝えしました。